皆さんこんにちは。作曲家シンセサイザー奏者の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2022年11月20日日曜日、今日の崇拝の言葉は人生が変わるきっかけとなる言葉、人生が変わるきっかけとなる言葉。そして今日の BGM は生命の和の音432Hz で作曲しました真言宗総本山仁和寺、その仁和寺の調べ、ユネスコ世界遺産にも認定されていますが、その仁和寺の調べ、このアルバムの中から明けぼのをお送りしています。ぜひ手に取ってじっくりと楽しんでいただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日で